すぐもみ消せる。ペーターさんはそれでいいかもしれないけど、俺ここの警備責任者なんだから問題ごとは困るんだよ。せめて隠れてやってくれよな。あなたの都合など知ったことじゃない。はあ、お前は容量がいいのか悪いのか。僕、ああいうこびた女は大嫌いなんです。ダンスも苦手なので、エスコートはご勘弁を。こちらから断る。ダンスにかこつけてヒールで踏んでやるのも面白そうだな。そういう趣味も持ち合わせてませんので。わらわとてお前のような男と踊るほど悪趣味ではない。お前と踊りたがる女どもの気が知れんわ。うさぎ耳に白スーツだもんな。詐欺師みたいな男よりマシに見えるんじゃないですか。あなたなら進んでエスコートさせていただきますよ。いつも可愛いですけど、今夜のあなたはいつにも増して素敵です。まずあなたを褒めるべきところを怠ってすみませんでした。こいつらが悪いんです。いずれ処分しますから許してくださいね。複数形、今夜は無礼講ですからいいですよね。最近は普段からあからさまになっておるだろう。最近紅茶が毒入りの確率が高くなっておる。陛下の毒への耐性を上げて差し上げようと思いまして。俺も暗殺されそうになることがちょくちょくあって。ペーターさんって優しいよね。俺の腕がなまらないように練習台を欠かさないでいてくれるんだから。僕はみんなのことを考える優しい宰相ですから。ウサギさんは優しさで構成されてるんだよね。でもそんな優しい僕にも資格が差し向けられることがあるんですよね。
優しさって理解されないものなんだぜ。そう、いつもそんなことして遊んでるんだよ。ほら、日常には刺激も大切だからさ。たまには暇なウサギさんと遊んであげなきゃね。僕が遊んであげているんですよ。遊びでなら退屈しのぎに仲間内で殺し合ったりもする。本気はご法度だがな。お前はかなり怪しいものじゃ。遊びの域ですよ。殺さない程度の殺し合いってことですよ。運がなかったということで。それだけです。わかってますよ。あなたを殺したりしませんって。でも、あなたと殺し合うのは楽しそうですね。そうだな。君となら、ウサギさんと殺し合うより盛り上がりそうだ。しかし、キングは完全に的から外れておるな。たまには入れてあげましょうか。仲間外れっていうのもひどいよな。いや、わしは結構仲間外れが好きなのだ。あなたを仲間外れになんて。そうそう、そんな感じです。いい
い感じですよ。勘が鈍っているんでしょう。ダンスのステップ自体は間違っていませんよ。ちょっとおぼつかないですけどね。大丈夫、勘さえ取り戻せば。一度覚えたら忘れないものですよ。俺と踊らないか？窮屈だよ。でも踊れないほどじゃないぜ。ダンスの相手が俺じゃ不足？ロマンチックな忘れられない夜にしてあげるよ。ダンスをすれば寒気も飛ぶさ。踊ろう。俺ダンスって上手くないんだよね。騎士だからさ、戦う以外のことは上手にできない。もっと練習しておけばよかったな。君はダンス慣れている？でも上手だよ。しばらく踊っていなかったのかもしれないけど、勘を取り戻したらうまい。前はよく踊っていたのか？
誰と？誰と踊っていたんだ？そうなんだ。で、その貴重な機会には誰を伴って行ったんだ？え？フレンド？本物の友達？ああそう、安心した。今は俺と付き合ってるんだもんな。だよな。な。あれ？違うの？付き合ってるだろ。付き合ってもいない男にさせるの？あんなこと。一方的に？そうだよ、俺たちは付き合っている。君も認めてくれたことだし、晴れて恋人同士だな。
疲れた？あれ？俺は…そうだな、疲れてはいないけど、休みたい？大丈夫？ああ、相当疲れているみたいだな。いやいや、疲れているよ。君の部屋で休もう。疲れているさ、フラフラしているだろう。疲れてるよ。自分で気づかないだけじゃないか。それは嫌だな。俺は俺だよ。他の誰でもない。どんな格好をしてどんなことをしていても俺は俺だ。なあ、君は俺がどんなことをしていても平気？正直だね。どんなことをしていても平気ではないんだ。それが騎士らしくないことでも。正しいと思うことをしている。だけど君に会ってその自信がなくなった。そうだな、信念とは呼べないかもしれない。
戦していたいんだ。たとえ君が死んでも他の誰かのものにしたくない。死んだら無に帰る人だ。俺たちとは違う。だから安心だけど、誰にも渡したくないと思う。その気持ちが分かってしまったんだ。俺みたいな仕事をしているやつにはね。君といると騎士道精神がうずいてこない。そうだね、俺は騎士失格だ。君は俺を喜ばせてくれ。